ではそれではここからは括弧の4の、合成関数の微分について、説明していきたいと思います。でまず、いきなりなんですけれども、その合成関数の微分はこうやりますよっていうことで、まあ、数学の場合はこうやればできますっていうことは、すなわちそれは定理の形でこう説明すると。でそれがなぜ成り立つかっていうことを、まあ、定義を証明する形で説明するという形でこう、まあ、議論を展開しますので、とりあえずその合成関数の中でですね、そのこういう次の形の関数、合成関数がの微分ができるということを示していきます。今D というのをその R2 のある領域としまして、それで関数としては Z イコール FXY という関数を考えます。でこの fxy はこの領域 D の各点で全微分可能であるとします。で、その合成関数として用意するのはこういう関数なんですね。x イコール φt、y イコール ψt と置きます。ですので、その x と y をそれぞれ t の関数で表すということですね。で、そうすると、だからまず最初にちょっとこっちの方を言う前にこの合成関数の仕組みを見るとこの φt と ψt をそれぞれ x と y に代入することでこの二変数関数が、合成関数としては t に関する一変数関数として見ますよとそういうことを意味しています。ですので、まあ、こういう状況を考えましょうと。でそれから、次にその φt と ψt に関しての条件をもうちょっと見てみるとこの φt とψt は実数のある区間 i で微分可能でして、で、その値ですね、この φt と ψt の点から得られる点というのは、この最初の領域 d の中に含まれていると、まあ、そういう仮定をしておきます。で、まあ、こういうもとで、その合成関数ですね、ft を考えましょうと。x には φt を代入して、y には ψt を代入した合成関数、ラージ f の t っていうのを考えましょうということで、まあ、この時に、その、今度はこのラージ ft っていうのは、今度は t の関数になるわけですけれども、まあ、ここでの定義の主張は何かっていうと、このラージ ft っていうのは、この t の関数として微分可能ですよということがまず言えるわけですね。で、どこで微分可能かっていうと、これは t に関するこの定義域の i ですね。こういう定義域の i で微分可能であるということが言えます。で、さらに、じゃあその微分の形はどうなりますかっていうと、大体、まあ、皆さんお察しがついているかと思うんですけれども、この f't ですね、この微分っていうのは、まあ、この f の x による変動関数に、この φ の微分、変動関数をかけたものと、f の y に関する変動関数に、ψ の変動関数をかけたものと、まあの和と、まあ、こういう形で表せれますというわけです。で、この変動関数の表し方ですけれども、いろいろいくつか異なる表し方もありまして、例えば、今これ z イコール fxy というふうに表していましたから、これを dzdt というふうに表すことで、この、まあ、t に関する微分ですよっていうことを言ってですね。で、その中身は、こんなふうに、ラウンド f ラウンド x かける dxdt と、ラウンド f ラウンド y かける dydt の和ですよっていうような表し方もできます。あと、なんか、まあ、こっち側も、右側もですね、その、まあ、同じような意味のことを書いていて、そのこうして並べると、なんか、右と左がどこが違いますかっていう違い探しみたいな、ゲームっぽい感じになっておりますけれども、どこが違うかっていうと、ここですね、F、ここの F、ラウンド F のところを、まあ、ただ単にラウンド Z として表すという書き方もあると、まあ、それだけの話です。で、まあ、こういう形で、その、まあ、合成関数の微分ができますよというのが、まず、事実として押さえておきましょう。ここまでいいでしょうか。で、まあ、ここからがですね、多分、多くの人が尻込みするであろう、証明なんですけれども、まあ、そうですね、なかなか最初は証明読むっていうのは大変かもしれませんが、特に数学類の皆さんはですね、ぜひ今から、証明を自分で読む努力をしておくといいと思います。いずれ、
皆さん自分で数学書を読まなければならなくなります。自分で読んで理解しなければならなくなりますので、まずこういう微積分のような基本的な題材でですね、その証明を読むことをですねに慣れてもらうと。でもちろん最初からスラスラ読めるわけないです、ないんですけれども、だからまあ分からなかったら、まずそのどこが分からないかっていうことを明らかにするだけでも皆さん勉強する効果は十分あります。大体多くの人が言ってる話ですけど、その何か分からないときに、そのどこが分からないかが分かれば、それはもう 50% 分かったようなもんだというような、まあ、学説じゃないですけどね、まあ、そういう説があって、僕はそれをには賛同してるんですけれども、だから分からないところを明らかにするっていうだけでも、それは大事ないい勉強になると思いますので、まずこういう証明があったらぜひ自分でも読んでみてください。でそこでここでの目標はですね、ちょっとでこういう証明も読むときにですね、その最初にこうなんかつらつら説明があるんですけれども、大体最初って一体こう何を始めようとしているかわからないという場合よくあるんですよね。でそういうときに僕がよく取る方法はゴールを先に見るということです。この場合は微分可能であるということを示したいということですので、微分可能っていう概念はその定義としてあったわけですね。なんか1変数の微分でも、その微分可能ってはこういうことを微分可能というと。だから微分可能の時にはこういう性質が成り立つということも習いました。ですので、微分可能っていうことを示すというのは、そういう今まで習った定義や性質と結びついているんだろうなというふうにまず類推するわけですね。でそこでちょっと先にゴールを見ます。そうすると、ゴールですね、このスライドだと最後によって FT は T イコールタウで微分可能で 4.8 式を満たすってありますけど、その上の式ですね、この上の式がポイントです。これがその微分可能っていうことを言ってるっていうわけですね。この式が微分可能であることを言ってるってことですね。じゃあなんでこの式が出れば微分可能っていうことが言えるかっていうことをまず理解することが多分大事なんだと思います。でこれ見てみますと、F のタウプラス H っていうのがですね、 F のタウプラス何とかかける H プラスオーダーの H っていう書き方になってるんですね。でこれは実は前回その変微分の定義の時に、その1変数の微分の時にはこういうことが言えますよっていうことをやりました。でその式が実は出てるわけです。つまりタウプラス H における F の値っていうのは F のタウに何らかの関数ですね、何らかの関数かける H でプラス H よりも早くその無限小になる、そういう項の和というふうに、こういうふうにこう F のタウプラス H を書き表せたときに、この F っていうのは T イコールタウで微分可能ということを言ってたわけですね。ですので一応これがですね、その示すべき目標になるわけです。なんとかしてこの式にたどり着けばよいと。でまずこうやってゴールを見ることで、そのじゃあスタートからどういうふうにここいろんなことをたどっていくかっていうことが少し見えてくると思うので、まずゴールを見るっていうことが大事だと思います。でまあゴールを見たですね、見た上でスタートライン見ると。まあ、スタートラインとしてはいろいろな仮定がありますから、まあ、こういった仮定からですね、先ほどのゴールの式を導くというふうに考えていくわけです。でちょっとすいません、前置き長くなりましたけど、一応こういう前置きを置いて、ちょっと見てみましょう。まず、i を回復感としまして、それから tau っていうのはこの合成関数の方の変数ですから、i の点数として取ってきます。で、そのタウを代入した時のファイのタウを A と置いて、ψのタウを B と置きます。で、そこでそのこのタウに対してですね、この i っていうのは回復感でしたから、そのある h 実数 h が存在して、タウプラス h も i に含まれると。でこれは何言ってるかっていうと、そのまあこれタウが、まあ、ここにあったとすると、
これ i は回区間なんで、そうすると、まあ、ちょっと離れたところにこう h っていうのを取れるってことを言ってるわけですね。これ平区間だとはみ出るかもしれないんだけども、回区間であればタウがいくらこの境界に近づいてもそれよりもちょっと離れたところに h を取れるということを言ってます。でそうすると、この時ですね、このファイとプサイはともに、このタウに関して微分可能ですので、その先ほどの微分可能定義式をこう使って同じようにこう関係式が成り立つわけですね。例えば、ファイに関してはファイのタウプラス H マイナス A、 A というのはこのファイのタウでしたけど、でファイのタウがこのファイのタウの微分係数に H をかけたものと、その H よりも高位の無限小の項の和に等しくなると。でプサイの方も同じように表されるということを、まずこれは微分可能性の定義から言えるわけですね。でさらにこの式から次がちょっと飛躍しているかもしれないですけど、このファイのタウプラス H マイナス A の2乗プラスプサイのタウプラス H マイナス B の2乗の、すみません、これもスクエアルートなんですけど、ルートなんですけど、このルートがラジオの H であるという性質が出てきます。で多分ここがまず一つギャップとしては感じる人はいるかなと思うので、ちょっと解説しておきますと、そのためには一応このランダムの O のですね、このスモールオーとラジオの違いどうだったかっていうのを思い出しておく必要があります。もし忘れてしまった人はまた今日うちに帰ったらちょっと復習してみてください。スモール O の方は H よりも早く0に近づく高位の無限小と言いました。でこれに対してラージ O の方はですね、 H と同程度に0に近づく同位の無限小っていうんですけれども、要はその H の定数倍のような形で表される項っていうんですね。ですので、ここの例えばこの式のこの右辺を見てみますと、これここは H に比例する項 でこの φ' タウはこれ定数ですね。ですのでこれ全体としては、まあ、せいぜい H の1次関数に比例する項だと思えばいいわけです。そうするとここの右辺の部分というのは実はラジオの H というふうにこう表すことができます。ということで、プサイの方も同じですね。プサイのこの右辺の部分はラージ O の H と評価できる項だということですね。でそこで、実はこのファイのタウプラス H マイナス A の2乗っていうのは結局この、H と H に比例する項の2乗だから結局全体としては H の2乗ぐらいに比例する項だろうと、 H の2乗に比例する項だろうということができて、であとこちらの2乗の項ですね、こちらの2乗もこちらの H、 これは H に比例する項だから2乗すればこれ H の2乗に比例する項だろうと見なすことができるわけです。で、H の2乗に比例する項と H の2乗に比例する項を足したものはやっぱり H の2乗に比例する項 でそれのスクエアルートを取れば、ああ、じゃあこれは H に比例する項になるなということで、まあ、これが O の H になるというわけです。ということで、一応今のがこの動詞の説明なので、もし、まあ、多分忘れてる人はちょっと僕の今の説明ではなかなか追いつかないかもしれないですけど、必要もうそういう人はもう一回これ、この僕のこの講義は録画で 何回も聞けますから、これを聞きながら自分でちょっと論理を追ってって理解してください。で一方でその F、 もともとの F がですね、全微分可能でしたので、その全微分可能の定義からですね、次のようなことが言えてました。これは F の XY にファイのタイプラス H、 それからプサイのタウプラス H を代入したものが、まあ、こういう形の関係式を満たしますよと。これは全微分可能性ですね。で、この真ん中の式はここがその、AB の F による F に関する変微分係数だったり、 Y に関する変微分係数だったり、まあ、こうなってるわけです。で、ここまで来るとですので、H と、ああ、そうかそうか、ですから、ここの部分ですね、この部分を先ほどのこの形でこの式で置き換えます。置き換えると実はこういう形が導かれるわけですね。で、あとはそのこの部分ですね、この部分は
これ全体としては、ラージオの H、だったので、失礼しました。ここはですね、もともとこの、まあ、ルートのこの部分自体がまあ、H に比例する項なんだけれども、全微分可能であるという仮定から、この部分が実は H に比例する項なんだけど、これ全体はもう H よりも早く0に行きますよってことが分かっているので、だからこういう形で置き換えることができるというわけですね。で、これで最終的にこの微分可能、FT が T イコールタウで微分可能ですっていう定義が、式が満たされたということで、まあ、この定義が成り立つというわけです。はい。ということな感じですね。こう読んでいきます。で、僕も完璧ではないので、今ちょっと途中立ち往生しましたけれども、なんかあれですね、こう授業の前にいろいろこう教科書を読んでチェックはして分かった気でいるんですけれども、やっぱりこういざ皆さんの前で説明した時に、あ、実はここちゃんと理解してなかったなっていうことが出てきたりすることは、まあ、あります。まあ、なるべく教員としてはなくしたいところですけどね。ですので、まあ、だからちょっと皆さんもこう人に説明する、他人に説明するっていうところで、こう数学は学ぶこともできるということを知ってほしいと思います。はい。じゃあ次の、もう一つの合成関数の微分なんですけれども、これ定理4.9ですね。今度はどういう合成関数かというと、X と Y がそれぞれ U と V に関する二変数関数で表されている時の合成関数です。で、Z イコール FXI は先ほどと同じように領域 D で微全微分可能でして、で今度は、まあ、X と Y が、X は Phi の UV、 それから、Y は Psi の UV という二変数で、の関数として表されています。でこの、Phi や Psi はですね、U と V に関してはこの R2 の領域 D で変微分可能であるということにしておきます。それからと、Φ の UV と Ψ の UV の取る範囲っていうのは、その UV が E の中を動いたときに、この地域はこの、D の中を取るということにしておきます。で、まあ、このときに、この F、スモール F にですね、この Φ と Ψ を代入した Large F UV っていう、まあ、合成関数になるんですけども、これは、もともとの UV に関する定義域 E において、 UV に関して変微分可能ですよと。で、次の、その変微分の求め方も次のような式になりますと。まあ、こういうことを言ってるわけですね。で、まあ、これは同じ意味のことをですね、いくつかの何通りかの書き方で表しまして、一応こういういくつかの異なる書き方がありますよということを教科書の方でも示しておりますけれども、まあ、こういう形で表されます。例えば、そうですね、先ほどのこの F の U に関する変微分っていうのは、この F、スモール F の X に関する変動関数に、この Φ の U に関する変動関数をかけて、それから、F、スモール F の Y に関する変動関数に、この Ψ の U に関する変動関数をかけたものになりますよと。から、V に関する変動関数も同様な形でこうかけるというわけですね。まあ、こういう、これがそのもう2つ目の合成関数の微分の公式です。で、証明なんですけれども、証明は割と単純で、これは先ほどの4.8、定理4.8のですね、一変数による合成関数の定理に帰着させます。で、例えば、最初にですね、この U に関する変動関数を求めようと思ったら、これは V を定数と置きましょうと。V は定数と思って、それから定理4.8で t っていう変数使いましたけど、これをですね、これにこの u を代入して定理4.8を使えば、それでおしまいですというわけですね。ですので、一応まあ本質的にはこの定理4.8の形の証明を理解しておくことが大事です。で、あと v に関する変微分に関しても、逆にこれは u を定数と見てですね、それで定理4.8を使えばよいということになります。までいいでしょうか。で、まあ合成関数の微分に関する、まあ、定理は、まあ、とりあえず覚えて使えるようにしておくとしまして、でよく出てくる話がこの極座標変換に関する合成関数の性質ですので、これを一応紹介しておきます。
これは、一応教科書ではですね、例題 4.4 というふうに、教科書の138ページの下の方に、下半分に例題 4.4 点出ていますけれども、一応これを少し、問題解く過程をちょっとばらして、紹介しています。まず、z イコール fxy というのは全微分可能で、で、今度は今はこの xy をですね、合成関数として、x を r コサインシータ、r サインシータという、極座標で表したと。こういう、極座標変換を考えるわけですね。で、そこで、z イコール f の r コサインシータ、r サインシータと置いたときに、この z の、r による変微分、それからシータによる変微分がどうなりますかっていうのを、まず計算するわけです。そうすると、一応これは先ほどの定理 4.9 を使いますと、例えば、z の r による変微分は、z の x による変微分かける x の r による変微分と、z の y による変微分かける y の r による変微分の、積の和ということになります。で、z の x による変微分は、これ、z というか、この fxy の与え方によって決まるんですけど、x の r による変微分というのは、これ、コサインシータのわけですね。それから、y の r による変微分を、これ、サインシータと。いうふうに、まず、この変動関数の中に、コサインシータやサインシータや R を使った形でこう表すことがまずできますと。ここを押さえておきましょう。で、次よく出てくる性質としまして、ここの例題 4.4 にありますのは、次の式を示しましょうというもので、どういう式かというと、ラウンド Z ラウンド X の2乗プラスラウンド Z ラウンド Y の2乗っていうのが、ラウンド Z ラウンド R、だから Z の R による変微分の2乗プラス R2 乗分の1のかける Z のシータによる変微分の2乗に等しいと。これがですね、よく、演習とかですね、それからテストなんかにも出たりすることで、式ですし、あと多分物理の皆さんは、この手の座標変換の合成関数の微分というのは、R2 だけじゃなくて R3 でもよく使うと思うので、ぜひチェックしておくといいかと思います。で、この式を示しましょうっていうことなんですけれども、示し方としましては、その先ほどのこの18枚目のスライドのこの例題の結果を使うわけですね。で、この DZ、ラウンド Z ラウンド R とラウンド Z ラウンド θ というのはこう表されているっていうのが分かりますから、まずそのラウンド Z ラウンド R の2乗を考えますと、これはこちらですね、このラウンド Z ラウンド X かけるコサインシータプラスラウンド Z ラウンド Y のサインシータの2乗と、それから、次のこの項ですけれども、DZGC の2乗ですけれども、これは、R2 乗がここでかかってきますので、うまく R2 乗分の1で割っておきます。そうすると、こういう形の式になるわけですね。で、あとはこれをですね、展開してまとめますと、ちょうどこういう形になりますので、ここからここへの式変形はちょっと皆さん自身でやってみてください。これはただ単に、変動関数とコサインシータの積ですから、だから2乗すれば、これそれぞれのこの関数とこのコサインシータの2乗の積っていうふうに書けばいいだけです。ですので、同じようにこの2乗の、展開をですね、形式的にやれば出ますので、ここはちょっと皆さん自身でやってみてください。ここまでよろしいでしょうか。